旦那は、6人兄弟の下から2番目で母子家庭。修斗は、旦那が、10歳の頃に亡くなっています。3年前に、両修目が亡くなる前までは近距離別居していたのですが、今は、私実家の隣県、新幹線に距離に住んでいます。転居理由は、もともと、仕事のストレスで、胃を痛めていたのですが、 義母が亡くなってからの義兄、長男が帰ってきて、毒っぷりを発揮。それと同時に、職場のストレスで倒れ胃から出血。顔面神経麻痺を発症。いろいろな医療関係と相談した結果転職と引っ越しになりました。引っ越ししてからも、旦那は、義母を亡くしたショックから立ち直れず、病気が治っても引きこもり。話し合って決めた家事の分断をやらず、 ネトゲをししてがが過ごすのが続きました。最初は仕方ないかなとエネミー気味で仕事と家事を頑張っていたのですが顔面神経麻痺がほぼ感知し始めると友達と遊びに出かけるようになりました家事をやっていかなかった時にちょっと不満を言ったり再就職の話を始めるとお前に母親を亡くしたショックのでかさはわからないと暴れる暴れる やっとアルバイト始めても、収入は、自分の携帯と遊び台。少しは入れてほしいというと、俺は、まだ母親を亡くした辛さを拭いきれてない。また、胃から出血して世話かけないように、ようにストレスを発散してるとのたまう。何度も喧嘩しましたが、最後には、義兄妹に何を言われたのかわからないけど、俺の実家帰ったら、家賃かからないから帰る。 そこで働きなよ。ちょっと待て、義実家には、義兄を含めて、お前の兄弟三人住んでるよ。しかも、あんた義兄や義姉を、子供の頃からいろいろあって嫌ってたよね。と、ここで私が切れました。まずは、私がやって、当たり前からなんとかしようと。今まで、生活のために頑張っていた残業をやめ、だらとかしました。 洗濯も食事も旦那のは放置。文句を言われても疲れてるからで通す。家も汚かとかし、ひどいと言われてしまうかもしれませんが、当時寝溶け廃人気味だったので、うっかり電気料金を滞納し、電気を止められたりもしました。家が汚いのは、正直きつかったですが、しばらく実行していると、旦那が何を思ったのか、家事を手伝ったり、 料理をししててくれるようになってきました。最初は機嫌取りかと疑心暗鬼だったのですが、再教育のチャンスかもしれないと思い始めてからは、家事をちゃんとやってくれたら褒める。悪いことをしたら、その場で叱り、何が悪かったのかを話し合い教え込む。ひとし、犬のしつけや幼子に教えるように接していきました。多少時間がかかりましたが、一通り家事ができるようになり、 以前より、旦那と家が明るくなりました。実家帰り隊も言わなくなり、アルバイトも時間を延ばして家にも入れてくれるようにも。家計簿の付け方を教えると、自分が使った文を言わなくても書いてくれるまで成長。今までのことを謝られた時は、さすがに泣いてしまいました。今は、旦那も正社員になり、仕事が楽しいと頑張ってくれてます。